ちは、鈴木選手にインタビュー始めます。ご質問どうぞ。試合2日後に控えた現在の心境から。現在の心境は、減量もうまくいってますし、体調もいいですね。改めて柴田選手の印象を聞かせていただきます。やはりDVD を見る限りでは勢いもありますし、その勢いに伴って打撃もいいと思うので、それに付き合わないような試合をしたいなと思います。勝負のポイントを挙げるとすればどのあたりですか。自分のペースで試合をやるっていうのが多分勝利のポイントだと思いますし、近道だと思います。フィニッシュはどんな感じのイメージがありますか。いや、その都度その都度変わってくると思うんで、いろんなイメージを持ってますけど今。前回の試合は打撃中心でしたけど、今回は打撃以外の部分を見せてくれて、予定は未定ですけど、とりあえずはやってもいいかなと思います。リーグ戦のクラブで一番ご自身の中で成長したなと思うのはどこですか。ディフェンスですかね。どういった練習ですと、誰に教えてもらったことが一番役に立ちましたか。誰って言われれば、安城さんの指導があれですけども、やはりいろんな人にたくさん、体で教えてもらったっていうか、それを、安城さんと2人で、安城さんに、反省点、いろいろ言われて、体で覚えてきたって感じです。11月にアメリカで3週間合宿されてるんですけど、その成果っていうのはどれになりますか。その成果も、2日後に皆さんに分かってもらえると思います。石川戦が決まってからお父さんから連絡が来ました。いや、大事とってないです。テレビ見る限りでは、この試合終わったら大間に帰ってもらうようなこと言ったんですけど。そうなんですか。というようなことを見てあるんじゃなかったですか。いや、見てなかったですね。あれですか、プロで転向が決まってから全く連絡取ってない。いや、全くってわけじゃないですけど、さほど。もう実は見に来てくれるんですか。はい。アメリカでのトレーニングというのはどういったところを重点的に。重点的に、アメリカのジムですよね。AK っていうジムに行ってて、はい。やっぱりディフェンス中心の、はい、そこではもうそのスパーリングを中心にやったんですけど、そういった面でもやっぱりディフェンスが大事だと思うんで、はい、それで勉強しました。今回対抗戦ですけど、戦国代表とかそういう意識って持たれてますか。もちろんです。対抗戦なんで戦国はその勝ちにこだわってるならば、自分がその勝ちの一生にもやっぱ貢献したいですし、そういった意味では試合、そういった意味で試合に取り組んでいきたいなと思います。VTR でお父さんは帰ってこいという発言されてて、ご存じないって話ですけど、本当か結果でその家族、お父さんにも相談を続けていくということをアピールしたりとか、そういうお父さんに向けても覚えてないますか。お父さんに向けての思いに、はさておいて、今自分が置かれている状況っていうのもそうですから、勝ちにこだわっていきたいなというふうに思います。はい、では終了します。ありがとうございました。